星4が一番いいの？そうそうそう、もちろん。わあ、なんか微妙なやつがいっぱい。エジさん、これ勝てるぞ。わあ、星4一個もないって。マジで飛ばした？星2とか3とかしかない。3がマックスよ、ね、これ勝てるって。うん、うわ、やば、これ勝てなんだら逆にすごいよ。何こいつら、きっしょルームチャットきっしょって言っていい？あかんかんかんてか敵もけど強い。いや、敵はまだまあまあまあ、まあ、頑張れば3人抑えれるかなぐらいで。なんかレベル違うやんなんか次元が違うところに追い込まれた感じ。まあ得手は言うて1600台の実力あるけど、スレイヤーちょっとあれやね。ちょっとキル数がね、やっぱり1700台といかんやし。うん何か言い訳すればよかった？いいですよ言い訳ならいくらでもあるよ。ここで1位取ったらマジ最強ね。そう、ここで1位取れれば最強。1位取れれば、ね、見せつけていこう、極地勢に、うん、お前ら極地でのさばってるかもしれんけど、大規模勢の中にも極地の やつら抑える実力の持ち主はおるんやぞっていうのそんな小さな世界ででかい顔してんじゃねえぞ、たかが1700が。されど1700だろこれあんま前でんとこね、もう後ろでチマチマしたもん。ちゃんと 裏取りされんかだけ見とけば、うん、あと任せればいいだろうって感じ。ロックオン連打しとこう。うん、もうレーダーに移す、最悪レーダーに移しとけば、うん、仕事してるから、うん、それ最大の仕事だから。あ、やっせっ、だやった。あとは拠点踏みね。うん拠点踏むの大事。そこまで前でなくていい、そこまで前でなくていい。え、拠点踏むの大事。あ、攻めるね、あの人。どうすりゃ援護してあげて。あ、無理。キーバックルス、ちゃあれはうまい、あれはうまい、あれはうまいわ。落とした、うまっ。うわー、裏来てる。ほら、裏見ろと。しかも今の音、ナハトだな。うん、ナハト。早々にリック・ディアスを失ってしまった。ちゃんと、もう俺ら、僕らはこれおったらいいよ。あ、ラッキーパンチ出た。エジ特有のラッキーパンチラッキーパンチ。じゃ、ほい。あ、ゲロビが後ろから来てる。飛べよ飛べよ、オラ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 飛べよ。うまねー。後ろにいる。え、よし、上か。お、エセさん1位じゃん。そう、マジやったぜ。ここ踏んでポイントもう一回稼いで1位マジ1位取ってやるからな。マジでビビらしたんね、エテポンゲの実力を。あの連邦のお荷物を恐れられたうん、裏しっかり見て。スレイヤーそこ大丈夫な？あ、一気いる。と思ったら、たまだったと思ったら本当にいた。よし、1位。そう、うわー、北が多い。
殺される、助けて。大丈夫大丈夫、来てない。あーガーベラがちょっと来てる。あーガーベラが見つけられた。いや、うまっうまっ。この立ち回りでいい。この変速打ち、あんな土台からちまちま打ち上がって爆風で殺してやろう。この距離、この距離が爆風の距離だ。殺してやる。はあ、撃ってないってどういうことなの。あーあかん、弾がない。あー死ぬー。まあまあまあ味方の援護できたということ。ああ結構まくられてきてる、うん、慎重に行かないと。慎重に行かないと。慎重かつ大反応、そして決定をちゃんと取る。そしてスレイヤーを撃つ。なぜやねん。6か6か。赤く染め上がってきたよ。あーこれはいいかな。よし行こう。はい、復活させないぜ。よかった。まあ当然か。これめっちゃレートがあるんじゃん。これ上がらんでしょ。レート50ぐらいいけん。上がらん。上がったら上がったですごいけど。あー16か。やっぱり4位。まあまあそのメッツさんどうする。武器ガチャ。あ今ちょっと もう一回回す。星をなかった。なかった。出るまで回す。